はい、皆さんこんにちは。みんなです。タカです。エイティブログです。私たちは三重県の鳥羽市に来てます。先ほど柿太郎でいっぱいいっぱい柿を食べました。そうだね、めちゃくちゃうまかった。その動画もぜひ見てみてください。時間があるからタカが私に真珠のピアスを買ってくれるということで、いや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 何も言ってないんですけどということで、今から、まあ、鳥羽せっかく来たんだから。そうだね、三木本もあるしね。あ、三木本買ってくれる、ありがとう。いや、何も買ってあげるか言ってないけど女の人って怖いですね勝手に話を進めていきますよ。で 5万10万ぐらいそれぐらい、こっから足に落として殺すよ殺さないでくださいというわけで早速見てみましょうか。この後ろの島は三木本真珠島です。前1回行ったね。私はもう2回行ったよ。レナ何回か来てるねここだよ、11店舗の真珠の街パールタウン売ってそうだよ。タカ、そうだね、ちょっと動画撮っていいかだけ最初に聞こうか。そうだね、 OK です。あ、はーい。おお、見て、かわいい。あれでしょ、イヤリングが欲しいんでしょなんだっけ、ピアスが出てる。ピアスが欲しいあ、出してくれてる。見えてるか、かわいい。定番のはこういう感じで、パールタウン。へー、綺麗だね。ね、綺麗ですよ。これこだわりないの？ちょっと小さいのがあるの。ベビーパールですと、ベビーの方は10、こちらがシルバーです。あ、かわいい。かわいいでしょ。こちらが。本当だ、綺麗だね。18。うん、かわいい。これぐらいのサイズがちょうどいいです。なんか毎日つけれるように。まあ、そっか、あんまり大きいとあれか。目立ちすぎるか。かわいい。そうだね。確かに。着せやすいです。あ、いいと思うよ。めっちゃでかいのあるよ。何だ？すごい。これ内容真珠です。パールで。こんなでかいのはいらない。いや、こんなでかいのはいらないな。ほんと、すごいね。普段使いでしたこちら。そうそうそう。どうですか？別にレナが気に入ったらいいです。もうこれで買うって終わっちゃう。確かに終わっちゃう。動画終わりだよ。3分で終わり。どうしたらいい？他も見て決めたいか、もうこれでいいか、これで買いたいか。ご縁にしていただいたら嬉しいかなと思います。じゃあもうちょっと他のものも見よう。はい、他のものも見よう。だからね。なんかこれさっきに履いた時に、これなんか可愛いなと思った。それ何？あ、ペンダント？ペンダントとかネックレスか？そう、ネックレス。あれですか、ピアスのついでにネックレス買おうとしてますか？いや、別に。どうせなら見た方がいい。あれなのかな、海外の人は真珠ってあんまつけないのかな。日本の文化なのかな、真珠をつけるって。いや、ドイツでもつけることあるの？つけるよ。あ、あるんだ。あ、これなんかペンダントトップです。こうペンダントだけで、そうです。玉がずっと並ぶよりこのピコってあっただけの方が可愛いけどね。うん、可愛いね。合わせて買う。あー、そんな感じか。ちょっと、はい、見て、これ可愛くない？ねえ、あ、いいんじゃない？耳元に置いてみてください。あー、なんかめっちゃいいセットになってるんじゃないの？いいんじゃないですか、社長。いや、本当に綺麗だと思うよ。めっちゃいいセットになってるでしょ。綺麗じゃない？こうなんか普段でもなんか使えそうな。買いますか？買ってくれる？買ってください。いいですよ。ありがとうございます。社長の命令ですか？いや、命令じゃないよ。おめでとうございます。やっと見つけたね。そうなんで。やっぱり鳥羽に来ないとダメってことだね。ありがとうございます。ありがとうございました。ゲットしました。ゲットしました。ピアスだけじゃなくてネックレスのペンダントも買えた。いい買い物ができ…うわ、雨降ってきた。ねえ、あれ傘さして。というわけで動画おしまいです。いや、違うでしょ。はい、というわけで鳥羽一番町、鳥羽一番街かな。そう、めちゃくちゃあの海揚げ売ってるところで、ね、真珠売ってるよ。ここにも真珠がございます、社長。もうちょっと買ってくれるけど。怖い女です。ちょっと雨だから行きますか。濡れたわ。濡れました。今からもうちょっとドライブして帰るみたいな感じ、ね、そうだね。伊勢スカイライン、そんな名前だった。鳥羽スカイラインだったっけ。なんかのスカイライン。ちょっとなんか展望台が上にあるところに。何も見えないんじゃない、展望台は。まあ見えないと思う。行きますよ。はい。ボン、いつもボン、ボン。すごいね、本当に。ちなみに今日のレンタカーは？アウディの R8 です。
で左に行ったら伊勢志摩スカイライン。ああ、伊勢志摩スカイラインだ。いくらでしょう料金。いくらでしょう。300円かな。お、1200円料金。もう全然小さいお金ないよ。行きましょうか。1270円。意外と高いね。で、ここのおじさんが、うん、景色が見れないよって言ってる。ああ、雨だからね。この雨の中で。でもスポーツカーの人は多分景色のためにここに来ないよね。見て前、めっちゃ霧が出てる。これ車が曇ってるわけじゃなくて霧が出てる。そうそう、すごい。たかがなんかガラスが曇ってると思ったら、そうそうじゃないよ、外が曇ってるよって。外でした。すごくない？みんなマジ霧なんだけど。マジ霧だって。これ飛び霧じゃなくてマジ霧。マジで霧って意味で。お、展望台は右に曲がって、どこだどこだ、霧で見えませんよ。これじゃないよね。あれ、これなんじゃない。え、これこれなんじゃない。じゃあ車何台止まってると思う。私はゼロだよ。10台。ゼロ。いや、ゼロはないです、さすがに。2、2、3。少な。3台。霧だらけ、何も見えません。無理だよ。今つけてるからね。無理だよ。だから閉めれないよ、手が空いてない。うわ、めちゃめちゃや。はい、あ、マジ忘れた。あ、待ってて。あったかー。はい、着きました。曇ってるよ、メガネも曇ってる、外も曇ってる、何にも見えない。展望足湯って書いてあるけど、すごいね。なんか面白いところだけど、本当にこの霧と雨の中で行きたくない。でもあっち行ったら意外と景色見えるかもしれない。なわけない。あか、ご利用ありがとうございました。ありがとうございました。真っ白な世界でした。ほとんど何も見えなかったです。そうだよ、すごいよ、真っ白。はい、というわけで今から高速に乗って帰ります。帰りましょう。この動画が面白かったらぜひいいねボタンを押してください。まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。